でございます。ああ、フィファ、あちょっとカーテンが、私生活がこんにちは。ああ、お詫びの右乳左乳、よろしくお願いいたします。フィファやっていきましょうということで、今日はディビジョンライバルズの報酬が来ております。そして昨日の夜 TOTW 発表しております。だからそれを引く、そういう動画です。最初にTOTW こんな選手が来てるよ、この選手が欲しいな、この選手はいらないなっていう話をしたかったんですが、報酬の選択の画面から戻れなくなったので、ここからスタートです。よろしくお願いしますということで、まあ報酬3つありますね。基本一番左でいいです。でパックの豪華さで言えば3番目2番目1番目かな。あー、まあとにかく一番左が一番しょぼいです。ただ2番目そして3番目の何がしょぼいかというと、パックで出た選手を売れません、この2つは。だからいい選手が出る可能性あるけど、自分のチームに合ってる選手以外が出たら、どんなにいい選手でも価値はゼロ、無意味ということになっちゃいます。なので、まあ、今週はね、誰が当たってもスカットに入れれるわっていう場合だったら2とか3とかでいいかもしれませんが、基本的には1が安牌かなと思いますので、1はガー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 、ちょっと待ってよ、まあいいか、うん、ガガ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 、はい、じゃあパッ、これね、ディビジョンさんの報酬ゲットだよということで、12000コインとレア選手パック、プライムエレクトラム選手パックをゲットしました。レア選手パックは期待大、プライムなんとかはブーブーブーあー、いきましょうということで、まずはこれ見ていきますか。じゃあ TOTW 誰が来たのか、おい、活躍はどうだということで、まあ、デパイ、強さで言ったらデパイ、ロサーノ、ミリンコビッチだ、ハンダルだ、ミリンコビッチ、マネ、そしてヘルナンデスね、テオダ、くらいかな。でもラフィーニャとかも強いね。まあでも基本結構、まあ、大当たりっていう選手はいないけど、まあまあ、まあまあ当たりがめちゃめちゃいるんじゃない。そして一番の注目株は、ウーレイですね。このアンジア人を、絶対に獲得しろお前たち、見逃すなという感じでございます。あとは、うん、ウーレイでも見てほら能力、アジア人で脅威のペース、加速90ダッシュ89で、これはねケミ5なんで、ケミ10にすればプラスマイナス2のとこがなくなります。でただね、決定力77、まあフォワードにしては微妙かなみたいな、まあ、サイドハーフなんで、まあこれでもいいかなと思います。あとは注目株、マネ、マネがね、あの左ウィングの登録だったので、左ウィング、左サイドハーフとかしか使えませんでしたが、カムになってます。 CAM、CF、CAM、CM、CDM と中央の中盤から前だったらどこでもできるようになりますということですよ。だからプレミアリーグで言えば、マネ入れたら、今までは例えばスターリングが入れないとか入れれないとかだったんですけど、どっちも入れれるようになる。でさらにマネ使いながらネイマールとかロナウド、あ、ロナウドセンターフォワードかとか、マネ、ネイマールとかも使えるようになるということで、こういうねポジションチェンジが本当にありがたい。もうマネは大当たり、まあ、使わない人でも、あのもう超高くなってるはずです。売ればもう一攫千金で、ミリンコビッチはね僕ちょっと気になった、こういうタイプ好きなんですけど、でもさすがにね加速68と敏捷性63はちょっと重そうだね。うん、フリットにはなれないか。バランス64もどうなの、気になるところでございますけど、チェイチェイチェイス、俺はマネ、そしてテオかな。ロサーノはなんか、ロサーノいるのかな、スパサブとしてはいいけどね、まあでも強いと思います。うん、決定力なんだった81か、で加速も、まあ、ハンターつければ99カンストするよみたいな感じか。うん、ただ冷静さちょっと低いですね、リアクションは高いけど、うん、俺的にはミリンコ、そして、マネ、ヘルナンデス欲しい、そういう感じでございます。いきましょう、パック貯めておきましたからね、使っちゃうか。とりあえず今週の報酬からいこう、ま、なんかあんま一番雑魚エレクトリアムパックからいこう、うん、いっぱいあるよ、レアゴールド、レアゴールド、ジャンボレア、レアゴールド2名、レートは75から83、プレミアム TOTW、これ熱いんじゃない、週間最優秀のチームの選手を必ず3個入手だからね。で究極のチームゴールド選手パック、プレミアムゴールドパック、レア選手パック、ジャンボレア、メガパック、プライム、これしょぼいやつ、これしょぼいやつ、まあプライム、これしょぼいよ、ゴールドおよびシルバー選手を半分ずつ、ハイブリッドパック、ゴールド6個、シルバー6個の合計12人の選手を含みます。そのうち6個がレアということで、まあ
レア6人がね、全部ゴールドになればいいけど、全部シルバーの可能性もあるということ。まずは、はい、クソパックオープン。クソパック、はっ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 、気合いのはっはっはっ。ほら、しょぼいでしょ ?ST の?うん。あ、よう出てくる。うん。ホーランドさんじゃない。なんだっけ?ホーランドじゃない。ホラントだね。まあ、まあまあですね。まあ、でも83ぐらいだったら、あれに使えますね。SBC に使えるよってこと。まあでも、まあ重複してるんでね。裏仕込みとかの画面に入れればしますけども、アイテムを出品でレッツゴー。あとは、クイックでかい。まあまあ、最初はこんなもんです。でも俺は必ず引くからマネを。信じてほしい、みんな。どのパックまで引こうか気になるよね。で、とりあえずレア選手パック引くか。レアゴールド選手パック。レアゴールド選手パックは、2つあるね。数々のゴールドアイテムがこのパックに集約。選手はしば。じゃあレアゴールド選手2名パック。これいこうよ。これ熱いでしょ。TOTW は最後にしよう。うん。はっ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 。マジしょぼいな、おい。ナイジェリアの?ナポリの?あ、おしめんか。おしめんはね、結構強いらしいけど、まあ、黒も出ちゃってるし、ちょっと値下がり。うん、で、売るか。とりあえず売ろう。あ、これあれなんだ。トレフカなんだ。キャイーン、さようなら。まあ、SBC に使えますけどね。まあ、キャイーンだよ。うん、トレフカかよ。ふざけんなよ、マジで。じゃあもういいよ。ゴールド選手パック行こうよ。プレミアムゴールド選手パック。ここ行きましょう。ここ行こう。まずは、ゴールド選手パック。究極のチームを作るための選手のみのパック。ゴールド選手が12人出るけど、レアは1人だけということで、まあ、微妙。まあ、微妙でしょ。でも、1でね、TOTW を引く可能性もある。引かないですね。かなりの外れですよね。これはかなりの外れじゃないかなと思います。長谷部おじさん来てますけどね。まあ、クイックだと。怒りのクイックですよ。もうこれは転売どころ、そういう話じゃなくなってる。ここまでのね、ゴミ引きはもう怒りの、もうこれ態度で示そうよってことですよ。プレミアムゴールドパックいくか。究極のチームを作るための選手のようなパック。ゴールド選手が12人、レア3人ということ。行きましょう。これで引けたら、これでも引けるんじゃない。レア3人来るか。12人マジで来てくれ。ウォークアウトして、本当に引かないね。CB のマリオ、あ、この人、なんか SBC とかでよく使ってない?あ、でもこれ、まあまあまあ、まあまあちょいちょいコインになるかな。まあまあちょいちょいコインになるかなぐらいの人が来ましたね。まあ、SBC 要員だからどうこうっていう人もいるけどね、SBC って基本的に選手売れないんで、この時期の SBC はね、あとあとどんどん強い選手出てきたら、もうただの使わないおじさんで、また SBC に入れるしかなくなっちゃうんですよ。で、それ大体1人作るのに5万とか10万とかいるじゃん。それで1人なんか総合値84ぐらいの人作ったってもったいないんだよ。SBC はあんまり今考えてません。どうしよう。メガパック最大サイズ、まあなんか消耗品とか出るやつはね、別にね。これいいじゃん、ジャンボレア選手パック。最高の選手たちが1つのパック、選手のみ24人、全てゴールドレアです。これは当たるでしょ。これは当たるよ、絶対当たる。マネがの匂いがする。聞こえてきた。シャナ君、ここにいるよって。ウォークアウトは誰？ロメロか。いやー、まあ外れじゃないけど、外れじゃないけど、このいいパック引いてロメロはちょっと草。ちなみにロメロはね、プレミアノーマルのやつ使ったけど、結構ねパスがやばかったですね。あ、でもカンセロフォーデン、あ、でも結構いい。ちょっとロメロいくらなの？割と値段つくよ。5はいくと思うな。ほらほら、まあでも4ぐらいか。まあ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 でしょ。あ、でもロメロはいらないよと。カンセロは いくよ。ほら5万。これは当たり、やったぜ。ちょね、ソン・フンミンの分、ソン・フンミンじゃない、あのジェズスの分を取り戻さなきゃいけないから。フォーデンは1万円いかないぐらい。あ、2万。あ、当たり当たり。はっはっはっ。フォーデンってそんな高いんだ。ストーンズは3000です、確か。3000ぐらい。あ、そんないかない。はっはっは、ね、苦笑いのはっはです。ピックフォードも、まあ、そんな大したことなかったはず。ポープちゃんとかいるからね。メンディどうなの、キーパーメンディ。ちょっと名前が売れてるからありなんじゃない。しかもチェルシー強いしね。オッケー、
やっぱ強いチームに所属してるとその分蹴り合わせ要因になりやすいんで結構値段は上がりますね。向かいよサッカー、あもう微妙だな。ちょっとあれもうちょっと高くなかったっけ。まあこんなもんですか。あフェリックス来てるやん。やっぱりね、やっぱり全部レア、全部レアはやっぱ期待できる。虫がやばい、虫が。レマルも打っていこう。あイスコもまあまあじゃない。イスコね使ったら結構強かったよ。ほらすごいね。カルバートルインはどうなの、どうなっちゃったの。カルバートルイン、もう大スターみたいな扱いされてたけども、誰も名前を言わなくなりましたね。であとは、まあ、こんなのもうあとは怒りのクイックでも、あこの人、いやでもリーグが微妙だな、リーグが微妙。あこの人はセビージャでしょ、なんかコスパとして使われてそうじゃない。ほら1300円ね。走行値は微妙だけどペース、足が速ければ売れるみたいなとこあります。6335、クイックでも視界がある。あいいね。もうそろそろあんまりねパックの無駄遣いしてもいけないんでバチッと決めちゃいます。お、あジャンボレアは最高の選手に特化したパック、選手のみ24名全てゴールドレア、オーバー80音以上のレア選手1名が確定ということで、さっきよりいいじゃん。ロメロ以上が当たるよこれ、80音以上だから行くわ。3分、あ違う、まあね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 、ウォークアウト、ウォークアウト。誰だ事件、いや ロリスか。え、どうなの、ロリスって強いよね。でも確かでも俺セリエスカットなのよ、ロリスって。他は、お、いらんしかもロリス、あそっか、別にロリス TOTW だと決めつけてたわ。この人だけだったよ TOTW、 しかもトレッカ草生えますわ、そんなん、そんなん自分ら草生えますわということで、まあ SBC 要因ですね。83ぐらいの人以外はもう全員クイックでいいよってこと。おい、いいパックだなって思ったんだよ。そりゃそうだな、あこの人もダメだ、そりゃそうだよね。こんないいパックがさ、俺大した戦績も残してないのに持ってんのおかしい。誰、レート7583の選手2名、トレフカかどうか、あそう、あの黄色いさレート7583選手2名パック、これパックの名前、その横にこのがっつり握手マークがブンブンってなってるこのマークがトレフカです。これはブンブンってなってないかトレカ、どうする。でもあんまりレア選手パックいくわ、これで、ね、結果残します。でダメだったらプレミアム TOTW パック、これあんま使いたくない本当は、これいいやつだから、いきます。もうこれでマネ来てほしい、マネー、いやゴミ、ま、ルイス・アルベルト、ま、黒誰か来てて、あどうなの、あらこの人さ値段つくよね確か、キャインだね、うん、まあ一応取っとくか、なんか使うかもしれない、パーティーとかジェズスとか、あジェズスそのジェズス来てる、ほらほらほら、パーティーでもそんなで2000円、1点2000円、ジェズスは8000円ぐらいついてるはず、はんにゃこれ3000円だな、笑ってるわ。ルイス・アルベルトはまあ SBC 要因で取っとこうか、うん、ストーンズは売る、ダニ・オリン・オルモ、この辺は多分クイックだろうな、ハメス値段つくの、まあコロンビアのね、コロンビアの大ファンたちが買ってると、多分こんなこれほどの結果は出さない、これほどの結果は出さない、あーまあこのここはクイック、あーちょっと残念ですね、ちょっと残念おじさんですね、もうやっぱ引くしかねえかねえ、 TOTW 引くしかねえか、これで引いちゃえばいいんだからね、週間最優秀チームの選手は必ず3個だから、これ何で取ったんだっけ、 あれかウィーケンっていうかね、チャンピオンズ、フットチャンピオンズか、こ今日も頑張ればいいと、でも予選敗退しちゃったんでもう一回頑張んなきゃいけない、いや行こう、これを使ってもう
ウィーケンでなきゃいけないぞっていう状況を作るわ。いきます。これラスト、これで当たんなかったらもう終わり。あー、誰誰誰誰誰、走、歩いてこ、歩いてこねえじゃねえか、おかしいだろ。マジかよ。おい、ギャーリー・ロドリゲス、ギャーリー、おい、ウーレイ、ウーレイいて、マジでウーレイいて、ウーレイさえいれば。おい、かぶりだし、終わった、あ、終わったわ。もう全部引くわ、ムカついたから、ムカついたから全部引く。かぶりて、かぶりは一番寒いわ。まああの TOTW ね、確率多分違います。総合値が高い方が、まあ何でもそうですけど当たりやすいです。低い方がね、なんか高いやつ当たりにくい、なんかかぶりやすい。え、マジどうすんの、もう全部引いちゃうか、やけくそになって全部引いちゃうわ。まあもうクソパックだけど、結構クソパックだけど、消耗品も入ってるし。はい、クソパック、もう、え、もう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 何も信じれない、誰も信じれない。この人はちょっと値段つくんじゃない、あ、クイック、クイックしかできない、もう何も信じれないこれ、これもう何も信じれないよ、こうなったら。なんだこれ、こんないいパックからね、ダメなのと引くよ。うん、クソパックから引いていこう。はぁ、おかしいだろ。ゼミロ、何、え、マジで、トレフカだよね、でもね、トレフカだよね、確かね、これトレカ、トレカ、カゼミロ、トレフカだよ。使うしかねえじゃん。はぁ、もうトレフカだ、使うしか道はない。カゼミロ当たりだけどね、ウォークアウトがダサかった。これどっちかよね、レート75から83、微妙やっけ。83以上は出ないってことでしょ。ウーレイ、ウーレイパックよ、ウーレイパック、マジでウーレイ来てくれ、マジでウーレイ。いやもう誰、スイスのセンターバック、ノーよ、ノー言わしてくれ。売れるの、売れないから、まずもうどうすんのこれ、マジでどうすんの、これ一つよ、ラスト頼む頼む、マジで頼む、マジで頼む、マジで頼む。誰、チアゴ、いやって、いやもうウーレイとかが欲しいの、チアゴ売れるの、ウーレイとかいてくれ、裏に、裏にウーレイとかいてくれ、いらんのよ。あ、中島いるわ、チアゴいくら、1万円ぐらい、いやまあまあやけど、まあまあやけど、俺マネとかウーレイとかファンデベーグ、ファンデベーグちょっと値段つきそうだね。中島いくら、ワロテルで650円、この笑顔信用できますよ、逆にね。いい、向こう怒りのクイックにするわ。学校の先生やん、こんな顔、サッカーうまいんか、ほんと。ああムカつく、マジでマジムカつく。ちょっと俺がどんだけの損失を与えられたか見てみよう。チーム編成チャレンジじゃなくて、トレードじゃなくて、あ、トレードだ、はい、ね、これジェズス21万で売りました。しっかり15万、はっきり15万の損失、はい、じゃあマネ、マネから見ていこう。こいつが当たらなかったんだっていうのをね、心に刻もう。サディオ・マネのゴールド週刊選手パック、まあこの時期はまだ高いよ、200万。まあでもこれざっくり見ると100切るぐらいかなって感じですね。マネじゃなくて、あとテオ、テオ、タオ、テオ、テオ、これかな、テオド、普通ね6万ぐらい確か、30万。まあ、こっから下がっていくとは思いますけど、まあ、テオはねレアリティが高い、そもそもセリエでこんだけの能力。ウーレイは、ウーレイ20、20、いや50はいってるだろうな、俺だったらそんぐらい出すもん。安っ、買える、ウーレイ買おう。
じゃウーレイ買うわ。ウーレイ買う。うん、9900円。しかも誰も入札しない。チャイナの、チャイナね、あの人口7億人だっけ、4億人来るかもしんないけど、やめてくれ。なんだこれ。あとは、ウーレイでしょ。あと誰だっけ。まあそんぐらいか。マネー持ってたら100万、テオだったら30から40万。ウーレイはね、なんとかね、バカなやつが9900円で、ね、出してたから買えたけど、実際の値段はね、まあ、こっからまた5万ぐらいだと思いますよ。でこっからまた上がって、結局フリットに並ぶ選手になるんじゃないか。変えた？ウーレイ変えてる？ここじゃないか、ウォッチリストだな。変えてる？変えて終わりにしよう。あ、いけたいけた。とりあえずウーレイはゲットできましたね。ウーレイ。いやこれさ、マイナス15万がなかったら今コイン60万ぐらいあるわけよ。で今売ったやつ合わせたら70万ぐらいあるわけよ。え？テオは買える。もうちょっとでマネーみたいな状況よねえ。入れれたんじゃないの？ほんと中盤ね、どっちかにこのバレッラかケシエか、まあ CF でメルテンスのとこマネでもいいしね。うわー、損失。皆さんはいいの当たりましたでしょうか。これはメシウマ動画だろうな。うん、まあでもこんな感じで課金しなくてもパック報酬、これはディビジョンライバルズとフットチャンピオンズの報酬です。だから実力さえあればこれだけもパック引けるし、俺はディビジョンライバルズはディビジョン4で、あ、3か、今回もらったの3、あと4ね、先週の。あとフットチャンピオンズはランク2ということで、フットチャンピオンズはマックスランク1で、ディビジョンライバルズはまだエリート1、2、3とかもあるんで、まだまだ報酬上がります。だからそれ考えると、あの無課金でも全然いけます、実力さえあれば。最初に 1,2 万課金した方が、まあ、スカットは作れるんで楽ですけどね、スタートが早いんで。まあ、そんな感じで課金フィファー課金ガーとか言ってるやつ、これからのこれです。こんな感じで皆さんチームを作っていきましょう。皆さんは何かいいの当たりましたか？いいの当たった人は絶対コメントしないでください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。